てなくなりました。おー乙女から景気がいい。延長798ゲーム再び道江遥さんのすごい15分というスポーティファイの期間限定でやってらしたラジオ番組があります、はい、その番組での発言ですよ。ここクリアできなかったらと言わせていただくんで、よろしくお願いします。怖い怖い怖い、絶対クリアしよう。そして自分の黒レシピのバカロがかかっている。やだ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 、やるしかないですよ。やりましょう、やってやりましょう。道江遥か、最後まだわかんないよ。まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。実は取れてるという可能性もありますね。道江さん、道江さんラスト2ゲーム、はい、せや黒レシピの一手。何って黒歴史いいの言って。やだ、絶対にある、絶対ある、なんか困る。あ、こっちだった。やば、本当にない。ちょっと待ってくださいね。めっちゃたまった。え、すごい。私道江遥かの黒歴史です。道江遥かのそれぞれの話、道江遥かのすごい15分というスポーティファイの期間限定でやってらしたラジオ番組がありました、はい、その番組内でおっしゃっていた消そうかなエピソードです。この番組は15分すごいものをお届けする番組です。でもすごいものってなんだろうと思ってます、うん、一緒に制作している方とタイトルどうするって話をしていて、パッと目につくものがいいなと思いました、うん、そして〇〇な15分、15分な〇〇など15分というタイトルはつけなかったんです、はい、その中でいっぱい候補はあったけどピンときたのがすごい15分でした、うん、その時タグをつけようと思ってタグを考えていました、はい、それを短縮した時に奇跡的にすごい10というタグができてしまった。その後、はい、曲のコーナーに入っていました、うん、おかしいでしょ、おかしいでしょ、話の流れおかしいでしょ。あなたもすごい重でしょ、だから今日はすごい重の気持ちで、すごい続くよみたいな気持ちで。そうよ、あ、めっちゃ熱い、私熱い、いい発展なぁ。すごい重、ダメでしょ、ダメか、あーっと、おーっと、ほらの軍技。いや、もう2人で決めましょうね。はい、決めましょう。私いるかもです。スゴジュー飲まなくて大丈夫？大丈夫、そんなものがなくてもしますわ。いや、ごめんなさい、あなたさ、お仕事平気なの？全部ピー入れてください。ノリノリでコミュニケーションを深くやってますけれども、出玉がなかなか出てない、そしてなんか兆しが見えない。今はい、2人とも軍技で、2人とも入れちゃいましょう。入れたい、はい。先に大海軍、オッケー、何番寺、あ、ナイスです。まだある、ナイスアップ。うわ、ちょっときついかな。うわ、チャンスアップゼロだけど、取ってくれ、オッケー、取った。マジこれ絶対無理だと思った。よし、お見事、スゴジュ、スゴジュ、天国オカマ行きますよ。天国のオカマ、そう、戦場の聖書で係り行きます。勝利、ちょっと待って、おいおいおい、私、あ、でも100以内にはあるあると思います。あ、ごめんごめんごめん、何も言わなくてもう終わってたんで、もうリアクションすらって思いました。あ、でもあの画面的にはこっちがボタンスッてなって、そっちがピョンピョンってなってました。オッケー、取った、マジいい絵面だったかと。絵面という言い方。道江遥かさんの、敵を取った私も裏告知お願いします。私いつ何毎回ボタンを押すっていう、私は、あ、私もだいたいウフフって言われます。弱レア役で 12% ぐらいでしたっけ。そうですね、でチャンス目で 33%、 はい、はい、オッケー、ナイスナイスナイス、まだスイカ、オッケー、マジだよ、3あら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 、押したくない、いついつ今今です、やったー、オッケー、やったー、すごい
私もありそうです。あってよかった。道江遥香のすごい後半に、後半すごい30分のピカレボリューション動画そうしましょう。そうすご30、すご30お願いします。よし取れた、うまい。はい、塩釜ラッシュです。あ、ちょっと待って、画面ありがとうございます、いい画面。はい、いい画面です。戻し以上、濃厚ありがとうございます。はい、ということはめちゃめちゃ頑張って伸ばしたら出陣ボーナスが来ますよね。はい、ありがとうございます。塩釜ラッシュいきます文字違いだからね、ここに点をあー、ちょっと待って、厳しい厳しい、ないんかい。いいかな私もやればよかった、やればよかった。好きだよ。いやーこれとあかわいい、切ってきて、あーナイス。本日3回目逆押しに行きます。おい、でも迷ってる、道井さんに最後まで私委ねた方がいい気もするの、一緒にやってるんだし、やじゃあそしたら一緒にできるし、いや私も思える、じゃあでも逆押しがいいと思うもう逆押しでいきますよ。じゃあいけるいけるいける、もう何やってんの、あれ真ん中右左、あ正解が、はい、道井さんの言う通りにやってるから。本当だ。てかでも待って、1回目2回目3回目って全部逆押しなんですけど。うわやられたわ。道井さんに従ってればよかった。あなたを信じることはできなかった。あーもったいない、本当もったいない。うわ大得意大台バトル。ご講座以外、ご講座以外伸ばせない。おお今かい今かいねえすごい。あ合計今私900枚ぐらいです。900枚うわマジか。うーんうわどうでしょう。チャンスアップゼロ、いてほしい。うん、おっすごっ。これはまさか天才ですわ。お、来た。よかったよかった。ラッシュ引き戻しですね。よかった、よかった。ちょっと本当に本当にギリギリの戦い。いい発展の仕方。おお、うわもうよかった。よかった。道井さんマジでよかった。ありがとう。まさか出ると思わないもん。あーよかった、よかった。生大貝200ゲーム台ですね。よかった生大貝ちょっと噛み締めよう、噛み締めましょう。頑張れ、もう一個もう一個いけよ。じゃあ第一段階、はい、ありがとう。強チャリがいい、強チャリがいい、強チャリがいい。あー弱チャリか。あーいい演出、覚悟いいか。この AT 絶対入れたるから。
しようかな。はいはい、今日一の見せ場です。うわお願いお願いお願い。うわいけるいけるいける。10パー引いてる。あなたは絶対10パー引いてる。10パーの人間絶対引ける。そうこのように生まれてる時点でかなりの確率を突破してる。そうですよね。そうです。ああ。21枚竹の毛。うわー戻したんですけど。また戻そう。はい。戻して戻して。はい。頑張って本当にお願い。マジで気持ち欲しい。本当にここここここ絶対ここここ。まあでも抽選は受けられない。そうそうそう。そうそう。大事大事めっちゃ大事。一人も降りてこないんですよ。いきなりバンもありますよ。あ、そうですか。はい。やっぱりあなた伝説を起こす番組何かやってくれる。まず人ちょっと一目を置いて、そう私もまさかのあの通常普通に発展からまた空気いったんで、ああそうなんですか。また引き戻しますよ。引き戻しましょう。よし道井さん始まったわよ。始まりました。道井遥ここからです。ここからです。嘘でしょ。ここってあります？わかんない、もうやってみましょう。何か勘弁してくれ。引き戻しましょう。引き戻すかない。あかわいそう、私かわいそう。そう、あなたかわいそう。テカレボリューションわぁ、いるよね。発展しないで。うわぁ、発展しちゃった。あー、もう大丈夫です、多分。お、旗揚げ。タイトル赤でした。おぉ、プレミアム、イエイ、プレミアム、絶対絶対プレミアム。ならば全敗希望、勝つ煙で、もしか全部取る。そうしましょう。うわー強い。おーおーおーっと、しかもここ、ここいいですね。マジで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 。あーいける、絶対いける、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 おーやばい、流れが完全に終わった気がする。大丈夫、大丈夫。後乗せあって、後乗せあって、後乗せあれない。あ、よし、全敗チャンスです。全敗チャンスです。全敗チャンス256分の1です。はい、いや、ゼロじゃない、本当に、うんうん、いや、乙女アタックもダメ、AT 中もダメ。もう、じゃあ何よ、もうあなたが一発ギャグ見せるしかないじゃないの。ちょっと待ってくれ。それ以外ないですよ。すぐ人にやらせようとする。私今プラスなんですよ。あ何も言えない。ちょっとじゃあ一発景気のいいものだけ一発だけ言いますか。ちょっとね、早く引いたんで静かにしてもらっていいですか。いや、わかるわよ。早く引いたからギャーギャー言わないでよ。また引いてない。もうこれ全部 AT 中にやってほしい。あー、ドミちゃん弱シェリーギャグできます。弱シェリーギャグ、レアクギャグできます。わかりました。じゃあお願いします、このカメラに。強そう。あ、めっちゃ熱そう。え、これめっちゃ強いんじゃない。弱シェリー。
どうですか。なんかあんだって声の聞きなみじみがいいからなんか最後が締まりがいいから全てなんかどうにかなってる気がする。分かった、私もこのギャグが成功するのに一発ギャグやります。え、いいですか。いきます。もちろん。やったー、嬉しい。じゃあレア役ギャグやります。はい、いきます。熱そう、すごく熱そう、どうしようどうしよう、タケノコ。タケノコいただきました。お願いします。心に傷を負った状態で、お互い通常時スタートです。はい、でも画面の向こうはみんなワッハッハって言ってくれてるから。本当ですか。そんな優しい世界じゃないわよ。違う、タナチューさんの視聴者厳しい。タワントあれ申し上げます。イエス軍が到着しました。 OK 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 申し上げます。ソルちゃん妨害軍攻めてきました。出陣。私、近年間に見る2000以上で一番のドヤ顔。当たりました。カメラに向かってお願いします。当たりました。投手は7万2000。いやるしかない、072行くしかないわよ。72の AT 行ってきます。え、AT じゃないよ、ボーナスだわ。何の道よし、何クソ、OK。遅っ。今来ただけいい、来ただけいい、来ない人もいるんだきっと。そうですよね。そう、黙ってます。道井さんも自分のペースで、本当プレッシャーかけないんで。はい。当てなかったらじゃないじゃない。当てなかったら。なんか聞こえる。当てなかったらぶん殴るぞ。ちゃんとやってんだね。ちゃんとしてもちゃんとしても。ならいい。つい歌っちゃう。ごめんなさい。つい歌ってんじゃねえよ。7万2000円だよ。あったちょっとキュッとちょっとちょっとやめよちゃんと。すいません。ほら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 、ちゃんとやったから。はい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 、キョチェ、はいキョチェ、はいキョチェ。あなたマコーレカルキーパリだ。大丈夫、いける、それはいける、いけるいける、絶対いける。それでいけなかったらあなた何のために活動してんのよ。そうですよ、そうですよ。お寺よし、これいけなかったら引退しますわ。女をね。女を、声援は続けてほしいし、はい、声援もやります。パチンコスロットの演者も続けていただきたいし。まだダメ押し、ダメ押ししてこう、ダメ押ししてこう。いけるいける。もう勘弁して許してよ、もうきつすぎる。許してもらっていいですか。違う、どんだけ貯めとんねん、きつー。さすがに道井さん、これもなんかある意味伝説というか、そのすごい高レボリューション的にもなんか伝説になったんじゃないですか。ボーナスをスルーし続けてても笑顔を忘れなかった女。いや、トランティ行こうよ。元気でやろうよ。やっぱさ、でも本当もう数あるチャンスも時間もそんなないんで。そうですよね。でそれもあるから、はい、おい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 はいはいはい、ボリューション。放題。待って頼む。よかったあなた。よかった、放題って言ってごめんね。大丈夫、でも 95% ですよね。なんでそんなこと言うの？だって 95% ですよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。いや大丈夫と思います。大丈夫と思います。さすがにさす。ちょっと待って、大丈夫だよね。大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫です、全然大丈夫ですって。ちょっと待って、大丈夫だよ。やばいな。
でもなんで、ね、めっちゃ怖いちょっと待って、本当にめっちゃ怖い、この台ちょっとひどすぎる今日の道江遥香の歴史を年表にまとめとかいいと思う。今日のまとめ、そうです、今日歴史作りました、私てか伝説作りました、私の中で。でもこれだからパチスロは面白いっていうか、そのカメラ前だし、やめない、もうやめない、やめて、本当にもう頑張って、分かってると思う、見てる方も大丈夫かな、だってそんだけあの多分研修としてあれされたのかもしれないけど、その2段階リルロック外したり、ボーナス取れ、はい、AT が繋がらなかったりして、はい、反応しようにも前半にもちょっと間があるもんね間があってからの本当に大丈夫よね、大丈夫大丈夫みたいな、もうだってタナチさんが変なこと言うからな、それがもうそれだわ、あの本当に初です、史上初のゲストこんなはずじゃないんだけどな。テカレボリューション、私はこの次の799でおそらく当たるであろうボーナスにかけます、全てを。はい、私はとりあえず乙女アタック入れます。とりあえずあの私たち我々、伝説プレミアム乙女アタック、そして主人の時、そして万枚を出すという、今考えてしまうとあの大変おこがましい伝説を掲げて、でも本気でやってきました、私たちなりに。そうなんです。ですが、状況、打ち手がです、はい、芳しくなく、打ち手の調子が大変悪く、いつものことかもしれないんですけれども、はい、こんな状況になってしまいました。総投資が、私が1万3000円で、道井さんが、ちょっと待ってくださいね。おそらくですけれども、合計9万円以上投資してます。その中で、今やれること、はい、とりあえず、私は、次のボーナスに全てをかけます。それ道井さんも、そう、お願いいたします。あ、4、強チェック。OK です。プレミアム、あ、おー、いいですね。とりあえずまずは AT に入れてから、そしてまずは登場どうにかしたいという気持ちに少々変わってまいりましたが、はい、とりあえずマジで何か起こす、何か起こしましょう、そう、そこを目標にしましょう、頼む頼むよ、マジで頼む、タコタコあげよう、絶対あげて大空へ、よかったー、これ道井さんラスチャンス、まずはプレミアムお願い、スランスラン、ガンガン勝ちましょう、ある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 、ありますあります、全然村雨あります、ライコイス、とりあえず乙女アタック、2人で乙女アタックしましょう、 OK、 来た道井さん、ここです、来ました、絶対取りましょう、3戦目伝説達成、テカレボリューション、やるしかない、プレミアムではないけど、ナイス、いける、絶対いける、絶対絶対いける、絶対いける、絶対いける、大丈夫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 、諦めない諦めない、最後まで最後まで、折れない折れない折れない、ようやく頑張ってきたのよここまで、そうですよね、私たち最後から笑ってくれるはず、乙女も、乙女の笑顔待ってるよ、信長さんいけるよ、取れる、絶対取れる、 OK、 まあいい、勘介一緒にやりましょう、やりましょう、せーの、はい、はい、はいね、はい、せーの、はい、はい、はい、ありますありますありますよ、せーのでレバーオンね、テカレボリューション、はいはいはい、もう今日1回も勝ててないじゃん、256分の2、はい、あ、確かに、いきますきれい、これないのか
守りとか持ってくればよかったな。きつきつ、ちょっとこれだけどえらいグラフを それやばい急降下なかなかないこのグラフテカレボリューションというわけで実践お疲れ様でした。はい、というわけで今回の趣旨なんですけれどもちょっと待って、ストップ、ご覧の通りになっております。ちょっと待って、分かった、出てますかね、分かってます。ちょっと道井さん、はい、まずいいですか、何でしょうか。いや本当に今回ちょっと言わせていただきたい、あなたね、もう私はすごい素晴らしかったなと思う部分があって、もうとりあえず道井さん言っていただきましたけれども、はい、今回の結果、こちらのようになっています。そして伝説と掲げましたプレミアムオトメアタック、そして失恋の時、そして万枚を出すという伝説、すべて達成することができませんでしたが、そして道井さんの特にですね、当選がとんでもないことになっていました、はい、とんでもないことになりました、はい、なりましたが、はい、私はね、すごく背筋を正される思いで最後までユーモアを忘れず笑顔で打ち切っている姿、本当にパチンコパツロ大好き声優ですって言ってるじゃないですか、おっしゃってる、すごく伝わってきた、最後の最後まで、これ本当伝わりましたよね。あそこまで展開というか三井さんの気も相まってここまでやれないもんかと、すごいびっくりしましたね。私もびっくりしてます、自分ででしょ、はい、で、あとちょっとさっきトイレに行ってちょっと泣きましたちょっとだけ涙出ました。でも私思ったのが、隣にタナチューさんがいてくれることの心強さがやっぱすごいなって思って、とんでもない、これ一人だったら本当にとんでもないことになってたんで、大パンしてた、大パンはしてないですけど、でももう本当に隣にいてくれるだけで本当にありがたかったです。いや本当にね、最後の最後までもうここまで来て、道井さん冗談飛ばさなくていいんですよと、最後にオチをつけなくていいんですよとそこもなんかやっぱりその動画に出てらっしゃるっていうか、もちろん性能お仕事もですけど、きちんと起承転結というかね、そういったものもあるじゃないですか。なんかやっぱりどんな展開になってもなんか演者の方ってどん明るく楽しく、この台って面白いねっていうところをお見せしなきゃいけないのかなって思って、私は常に明るく心がけてるんですけど、さすがに途中からね、私も途中までは笑顔でやってらっしゃる姿がすごく印象的ではあったんですけど、その途中からその笑顔がなんかちょっと見ていられない感じが痛々しくなっちゃってきてなってきて、でもすごいけなげに頑張る姿がすごく献身的で、すごく一生懸命な人なんだなというふうに感じました。ありがとうございます。というわけで、私たち回収はもちろんなしです、伝説も達成しなかったということで、今回実践ね、この結果になりましたけれども、はい、でもどうでしたか実際、はい、この番組ってリベンジとかできるんですか一回だけ、もう一回だけ、しかも同じ機種でやらせてほしいです。乙女でね、乙女でで同じも掲げます、伝説、伝説なかったことにしました。じゃあなんならできねえよあんたの都合で全部勝手にしましょう。というわけで、はい今回ペカルボリューション道井遥さん出ていただきました、次回ですけれども、どんな伝説、そしてどんな題で、いろんな印象に残るものが生まれるんでしょうか、はい、それでは最後はご一緒に、はい、せーのペカレボリューションで、そうでした、はい、せーのペカレボリューション。朝よりちょっと元気なくなっちゃった、もう一回やっていいですか